おおお、うわ寒そう。マイナス60度じゃん。うわ、え、大丈夫大丈夫、あの目の前にヤバそうな生物がいいんだけど、植物か。ああ、やっぱりこれ何、おう、お、じゃ横、ああ、どうもどうも、うわー、雪景色。うん。いや、これ外部温度低下どうしたらいいの？いや、じゃ、こう、こう。おー。うんうん。ESC をして詳細を。いや、死ぬ、死ぬ。酸素でリチャージ。C を押すとスキャナーが起動し、近くにある酸素を植物。あ、酸素はすべての惑星にあるの。生命維持システムは二水素炭素。生命維持ジェル。あ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。違うけど、そういうことではないんだけど。C か。え、はい。修理するには、フェライトチーが必要だと。え、いや、わかるんだけど、何これ、どうしたらいいの？どうしたらいいの？酸素あればいける？酸素エネルギーだよね。いや、わ、わ、えぇ、あ、これこれフェライト値、あ、これか。ちょっと待って。ちょっと待って。始まっていきなり死ぬ。始まっていきなり死ぬ、これ。どうしよう。壊れたスキャナーを、違うの、いや、フェライトチリがあるのは分かって。いや、ちょっと待って、スキャナーフェライト層修理する。うん。あ、なんかグイーンってなった。O2H。 いや、違う。これ、死なないで済むのは。あ、ジェットパックありますね。違うのよ。死んだ。嘘だろ。何？そういうこと？とりあえずナトリウム系物質を探すか。ナトリウム系、ナトリウム系、NA、NA。なくない？あ、あったあった。ソジウムか。これまた死ぬんじゃない？あれ？取れてる？これ。あ、こうか。ハザード対策システムをリチャージする。あ、これ？これか？
ほうほう。いや、いや、リチャージしてもこれすぐじゃん。自動救難信号検知。浮いてる。何それ。怖っ。あ、どうも。うわぁ。どういう生態なのこれ。ああ、食い物はないね。あれはなんだ？誰かいんのかな？これは？無人。センチネルの会員。アノマリー制御準備か。おう。アノマリーは従属的。アノマリー？ SCP にあったよね。なんかよくわからん技術の何かってことかな。システム検定性スキャン開始。おう。壊れたデバイス。これは？お、ああ、燃えてたけど大丈夫かね。お、断続的発射エンジンオフライン。全然ダメじゃん。おかしな世界に一人、装備もなく危険な状況にいた。私自身には記憶がなく何も思い出せない。あ、一緒。しかし少なくとも私、この5年は私のことを認識しているようだ。ああ。あ、だから、これに乗ってきたの？ちょ、ログ読んでみよう。利用不可かよ。なんでだ。文字化けでもしてんの？エクソスーツ接続成功。パイロットによるメンテナンスを実施。お。そんなんで、燃えしたけど大丈夫なの？うん。パルスドライブに致命的なダメージ。宇宙船飛行ブースター。あ、飛べないの？金属プレートと機密シールが必要だ。なるほど。あ、ここに帰るとあれじゃん。あったかポイントが回復していくわ。まあ、ともかくここに不時着して、吹っ飛んでったんだな。ピクミン2のルイみたいな感じか。鉄と金シールは、何作れるの？あ、作れる。あ、作れた。これで OK。じゃあ、機密シールが、あ、あ、OKOK。必要な部品の合成負荷、機密シールが必要。援助を依頼したら、イテレーション比較は機密シール付近に検知。救難ビーコンキャッシュメモリから成形図を回収。お。あ、成形図を入手する。アイテムケース。近くの惑星の地図。地図を選択してルート設定。
おお。うわ、ずっと白い。あ、なんか向こうにあったな。はあ、ははあ。あっちにあるってことだね。遠いな、800メートルかよ。ナトリウムが、おぉ敵じゃないよな。鹿？鹿なの？何なの？何の生物なの？君は。え、マジで？ちょっと待って。ここで嵐は死ぬ。あ、なんかある。え、何これ？ちょ待って。これ何？ヘイヘイヘイ、おいおいおい、何？石が共鳴し、私の精神に音が満ちていく。ビジョンが実体を持って現れ始めた。え？小さくて見たことない生命体？もうまあまあ受け入れようか。外やべえけどな。ゲック。ほう。奇妙な画像の残像、未知の言語の単語が脳裏。いや、違うの。違うの。ちょ。ソジウムないし。え？どっかどっか穴。あー、死ぬ。いや、分かって。どっかしら。違うな。あー、死ぬ、また死ぬ。また死ぬ。死んだな。いや、このタイミングでブリザードはダメでしょ。外の温度マイナス90度とかふざけんなよ。まあ嵐が過ぎてもマイナス60度とかなんだろうな。え、何これは。冷凍茎か。ん？あれか？あれはポットか。じゃあ待って。死ぬ。ほい。よっしゃー。こいつはなんだ？壊れたデバイス。回収できたのか。おい、できた。これはなんだ？調べる。調べられない。酸素。アトラスパスというのがいるのか。何？アトラスパスって何？なんか、権限みたいなもの？お？なんかあったかそうなとこだな。お。ここ何？どうぞ。あと、中身はあれなんだね。こわっ。とりあえず、ここは、ここに来たら安全だな。
ああ、なんかすげえいい施設じゃん。よかった、助かった。どうも。助かる。あれ？フォロワー回。うん。めっちゃログ破損してんじゃん。お。誰も。製造機。クズズカチス。レンズが破損。船が見つからない。あ、なるほどね。船はあった。ログが終了すると機械が息を吹き返しアイテムを吐き出した機密シールだ。これで船を直さなければ。私をここへ導きこのメッセージを残した誰かも、私と同じ状況だったのだろうか？これ自分ではないんだな。いや、偶然すぎるよな。ここで同じ状況で機密シールだけあるって。こっちは？ああ、居住スペースだな。シールド最大。お前さっきから怖いんだよな。持って帰ればいいんだよな。ちょっと待って、酸素がどんくらいある？テクノロジーをリチャージしました。あれ、あ、そうか。カーボンナノチューブが必要。いや、それはいいわ。なんていうの、帰り道って、なんか、どうするとかないですかね。帰り道わからんの困るんだけど。炭素じゃん。オッケー。カーボナルチューブ。ね、マルチツール、分析ツールでカーボンナノチューブでできると。できた。オブジェクトを分析する。ねえ、どういうこと？あ、ばくそ、有害植物ばっかり。ちょ、一回外出るか。あ、こうやって。なるほど、これで分析できるんだわ。イデアフリス、スツス。めっちゃ長生き。アンモニアとか、で、宇宙船の位置。え？宇宙船の位置ってこれ？こう？おぉ、なんだこりゃ。いや、そういうつもりじゃなかったんだけど。まあいいや。あ、着いた。お前何者？
フグリソ。フグリソ。フグリソなんだ。ちょ、早く戻ろう。遊んでる場合じゃない。あー、コール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 。よいしょ。あー、死んだと思った。おい。おい。おー。ん？ちょっと待って、今度は発射エンジンが動いてないと。で、ニスイソゼリーとピュアフェライトがいる。先進材料を加工するにはポータブル生成器を組み立てようと。あー。